なんと今日はリモートゲストが。マジか。もういいじゃないですか。もう大丈夫です。もう現役時代もう引退されたから。先輩後輩は男子より女子の方が厳しいなってイメージがあって、うん、そうそう失礼だなボートボーイすいません週刊ボートボーイはいよろしくお願いします。黒島です。島です。よろしくお願いします。はいというわけで、はい、6月も大詰めでございますが大詰めですね、今回も VOD 配信ということで、はい、皆さんチャンネル登録グッドボタンをタンよろしくお願いいたします。さあ今日は結構もう話聞きたい方もたくさんいると思うんでもう早速いきましょう。そうですね、今回のテーマは女子レーサーの魅力ということで、はい、まずまあ2人の推しレーサーをね、推し女子レーサー推し女子、はい、はい、三島君は誰ですか。私は池田ひろみ選手。ひろみ選手、ひろみね、はい、ひろみです。ひろみね、はい、あけみにひろみだから。あけみはもう引退されちゃったんですよね、うん、びっくりしちゃったけど、はい、そうヒロミ選手の方だけどあえて その池田ヒロミ選手を挙げてきたんだけど、ね、最近こういろいろ見てて、うんうんうん、女子戦で中でこう僕がこの円待ちをつけてる中で、うん、書くのって池田ヒロミ選手だけなんですよね女子で。うん、それぐらい乗れている、はいはいはい、常にまくるし、うん、展開あればまくり出すし、うん、うまいし、うん、もちろんスタートも行くし、はいはいはい、まあ、覗けばまくるし絶対にまくるじゃないですか、まあ、もう2コースまくりだもんですよね、うん、この選手がいた時に、うん、じゃあ頭で買うのもいいけど、うん、どうせスタートバチンって決まってこうもたし上がってればまくるんだから、うん、その外も点があるよみたいな、はいはいはい、なるほどっていう感じでこの一押しの女子レーサーはひろみ選手。なんかね一時ちょっとこう低迷というのか、したんすよ、とかね、感じだったんだけどちょっと今やっぱ戻ってきてるというのか ね、あのまた上がってきてる。私生活が充実してる。知りません。俺も知らないけどあんまり言うとあの人は怖いから怒られそうだしお前誰だよって言われそうだし知りません、はい、でもまあ今あのだいぶ戻ってきたなっていうかイメージが僕もあるん で、ね、はい、まだまだね、まだまだ、まあ、全然若いから全然まだいけますね、うん、頑張っていただきたいなと思いますね、はい、で僕はね松尾かなみ選手最近強くない。強いですね。ねえ、結構かなりいいですね。ねえ、あのもともとほらスタート早くて、そうですね、昔からね、はい、あの注目はしてたんだけど、はい、成績もどんどん伴ってきて、そうですね、あの2月に常滑であのレディース VS ルーキーズがあって、はい、それ取材に行ってて、はい、大活躍するわけで、しましたね。いや、こんなすごい、こんな、まあ、すごいっていうか、こんなターンする選手だったっけなっていうのをすごく思って、まあだから最近ちょっと乗れてていいなと思ってるんですよね、はい、今日がヤングダービーの締め で、 ですね、あのですね、ちょっと前見た時にボーダーにいたんで、ボーダーより上にいたんで、ぜひあのヤングダービー出て来てみたいですね、あのそう男子の若手レーサーとのそのガチンコ勝負を見たいなという、暴れてほしいですね。7月1日発表なんでね、はい、松尾選手入ってたらぜひ注目していただければと入っていうふうに思います。大丈夫です、はい、終わんなんで今俺が、はい、というわけで、はい、2人の推し女子レーサーを挙げたんですが、はい、なんと今日は週刊ボートボーイ史上初、マジか、リモートゲストが、はい、なんとしてくれます。なんとスペシャルゲスト、はい、JLC の、ね、専属解説も務めてらっしゃいます、はい、渡辺博子さんと、リモートでつながってますので、今日は博子さんにいろいろ聞きたいと思います、はい、ひろこさん、こんにちは、はい、こんにちは、よろしくお願いします、よろしくお願いします、今日ありがとうございます。お願いします。わざわざすいませんです、はい、ぜひひろこさんにいろいろちょっとお聞きしたいこともたくさんあるので、はい、ではまずこの怖い顔の三島君から質問がありますので、まあ、お願いします。はい、ですね、ひろこさんがこうピット内とか この選手への取材で、はい、こう当該選手から一番こう引き出したい部分ってのは どの辺なんですかね。うーん、なんだろうな、自振動。自振動、そこ、ほー、あー、モーターの仕上がり具合も、はい、あの選手の言葉によって、うん、すごく出てるよって言っても本当は出てなかったり、ありますね、はい、ね、保険打つ選手もいますし、ね、出てないけどって言っても、うん、はい、いや本当は出てそうな感じあるなっていう、はい、うん、はい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 、そう話ししながら、自信度ね、なるほどね、すごい、確かにそうかもしれない、すごすぎた、うん、そんな俺声返ってくると思わなかった、うん、へえ、その辺が一番知りたい、もうだって、うん、確かにそうかも、そうですね、そうなんですよね、うん、今の女子戦を見てるともう侵入争いがほとんどないんですけど、うん、それについてはないですね、どう思われますか、ひろこさん。あの現役の時は、うん、はい、
自分が1号艇の時に回り込んでくる人がいると、なんで回り込んでくるのよっていう。それはそうです。まあ思いますね。それはもちろんそうです。ですよね。うん、ね、はい、思いましたけど、今やっぱり動いてる選手がいると、うん、まあ、レースも面白くなるかなっていうのはありますね。はい、うん、ですね。やっぱりなんかこう動いちゃいけないムードっていうのが女子選手の中であったりとか、あとやっぱ僕が見てるとね、先輩後輩は男子より女子の方が厳しいなってイメージがあって、そういうところもなんか影響してたりはします？私が1号艇の時動いてきたら、あんたが1号艇の時も動くよみたいな。そうそう、そういうこと、そういうこと。これいや、でもいや、ほら、これいけるんですか？でも僕それでいいと思ってるんですよ。切られるやつじゃないですか？切らも切られてもいいけど、もう聞きたいんですよね。ですよね。でもね、うん、今ね、うん、ピットまで遅れても、うん、今死守したいとか、はい、2コース3コースの人でも、うん、なんか前付けして3コースは取るよっていう、うん、はい、その定番の枠線は取るよっていう、うん、そうですね。それちょっと、それもちょっと私は理解できないんだけど、うん、同じコース取らないと考えてた展開にはならないので、うん、そうですね。これ難しいところかなと思います、はい、この力気応変さが、はいはい、難しいと思います。で、こう、うん、今のひろこさんたちが走ってた世代とは違 う、 こう現代ボートレースを走る女子レーサーたちに今求めることっていうのは何ですかね？昔はもう軽ければいいから、はい、そうですね、減量とかもいっぱいできたけど、はい、今も体重制限もあるの で、 そ、 うで、ね、うん、それほどそんなにね、体重差も生かせられないの で、はい、うん、でね、どれだけ握れるかなって。あ、やっぱそこですね。やっぱ握りですよね、うん、ですよね。そうですよね。やっぱそうですね、うん、なんかこう現役時代のことで期待とこととかありますか？いや、現役時代だって僕見てますもん。もちろん、もちろん現場で。俺も見てますよ、もちろん。現場で上昇度取ったの知ってますからね、俺。現場にいたの？現場にいたそうです。そうなんですか？いました。ガマゴーリ。はい、ガマゴーリですね。ガマゴーリとか、はい、いました。で、ボートバイにもね、あげてもらったんですもんね、あの時ね。あ、そうなんですか？そうなんですか？僕、その頃は知らないけど。どんなの使ってたの？でも、そのボートバイの中で、うん、はい、優勝者当てクイズみたいなのあったんですよ。うん、はいはいはい。で、当たったら10万円をみんなで分けようっていうクイズだったんですけど、うん、はい、うん、優勝者当てた人がいなかったんです。いなかったの？失礼だな、ボートボーイ。すいません。え、現役時代の頃にこの人に負けたくないみたいな選手はいました？え？もういいじゃないですか。もう大丈夫じゃないですか。もう現役時代、もう引退されたから。同期とかは負けたくないっていう意識があったので、うん、はい、同期と走る時はフライングが危なかったですね。やっぱそこに行っちゃうんですね。あ、そうそう、いや、鵜飼先輩はいつか倒してやるとかそんな感じじゃなかったですか？そうですね、倒したことなかったかな。それはだって、だっていつもいいにも取られてましたもん ね、 やめてもやめなくても怖いじゃん今でも。怖いって言うね。え、怖かったですか、鵜飼さん？怖かったですよ。怖かった。怖かった。喋れませんでしたもん。え、そうなんですか？はい、なった頃はね、辞める頃はもうね、うん、まあ、お互い、はい、まあ、いい年取ってきたので喋れるようになりましたけど、はい、うん、最初は本当怖かった。じゃあ逆にそのほら後輩で出てきて、愛知支部じゃないですけど、はい、まあ、それこそ山川さんとか、はい、まあ、日高さんも後輩ですよね。そうですね、うん、はい、その辺はこうやっぱこう生意気だなこの子たちみたいなのはなかったですか？でもそれぐらいじゃないと稼げないんじゃないかな。なるほどね、はい、そうですよね、はいはいはい、いい言葉だな。いいですね。もう上がってんのかな本当にみんな。今の子は今の子は本当にさ、ね、いい言葉だな。もうちゃんとやることやってればね、うん、そうですね、ちゃんとやることやってればの上ですからね、うん、はい、うん、なるほどね。でもね、前は、女子レースだけじゃなくて一般戦が、うん、多かったじゃないですか。はいはいはい。で、一般戦だと女の子が6人とか1人ぐらいしかいないので、割とその中でよその県だったり、うん、はい、人たち、まあ、と全然違う人たちが一緒の部屋になってることが多いんですよ。なるほどね。そうか、締めなくてね。そうそう、だから男子選手たちの登板の違いよりも、はい、女子選手の方が、はい、割とそういうのはあんまりなかったのかなっていう感じです。なんかむしろなんかそういう特に混合戦とかも多かったから仲間意識じゃないですけど、うん、そういうのもあったり。そうそうそう、女子頑張れみたいな。ああ、なるほどね。男子に負けるなっていうのはありましたからね。なるほどね。ほら、そういう厳しい中で戦ってこられて、今こう、うん、女子戦が本当すごい人気になってるじゃないですか、うん、やっぱめちゃくちゃ嬉しいですか、それは。嬉しいですね、うん、でも私たちの頃は、うん、そんなに売り上げもないのに、うん、春天で燃料いっぱい使うなって言われてたんですけど。そんなあるんですか？なんかわかる、それ。そうそうそう、うん、フライングも多いし売り上げもないのにって言われてたんだけど、うんうん、
そういうのが、まあ、今も思春期いっぱいしろってやっぱ先輩が言うので、はいはいはい、そういうところは良かったのかなと、私その時代から頑張ってきてます、はい、うん、そうです、いや本当に石本さんたちが頑張ったから今があるから、いやでも本当そうなんだよね、はい、そういやあの今のこう若い選手たちにこの広岡さんたちが頑張ってきたことをちゃんと分かってほしいね、そうですね、本当ですね、本当に僕らは思います、はい、思います。でそんな広岡さんが今一番推してる女子レーサーはどなたですか、うん、今あれかな、中田ゆきちゃんかな、いいよね、調子いいというのか強くなってるというのか強いわ、うん、どの辺がこう見てていいところですか、ね、あのね、なんか意識も随分変わったって言ってましたね、はいはい、浜田ありささんに師匠になってくださいってお願いしたらしいんですけど、はいはいはい、それでいろいろ教えてもらうことも多いし、うん、はい、もう前はもうがむしゃらに握って回るレースだったんですけど、うん、やっぱスピードがあったんですけど、うん、最近はそこを冷静にまくり出し入ったりとか、はいはいはい、すごく冷静にレースを分析できるようになったのかなと思いますね、うんうん、なるほどね、やべ、同じことを思ってるもんね、結構ね、三島君もずっと最近中田選手がいいって言っててちょっとびっくりしましたね、あ、そうなんですか、はいはい、うん、同じですね、本当にこの、 あの一瞬のこの冷静なハンドルが切れるようになりました、ね、はい、でもうね、あのモーター出しもムラがあったんですけども、うん、いいモーターの時は頑張れるけど、そうですね、そうじゃない時はダメっていうのがあったんですけど、はい、今だいぶモーター出しも出てきたのかなって思いますね、はい、なるほどね、わかる、うん、あのもう三島君がやばいんですけど、寒いのだったと思ってマジかと思ってこれだからぜひ皆さんね、これ今週刊ボートボーイご覧いただいている方もね、そうですね、中田ゆき選手ね、はい、ぜひ注目していただければなと思います、はい、さあそんなわけでもうすげえまだ話したそうだけど、いやもうしょうがない、さすがにね、あの時間もあのそろそろということで、すみません、今日は本当ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、またまたぜひ現場でお会いしましょう、はい、また現場でもお話ししてください、はい、もちろんです、お疲れ様でした、お疲れ様でした、ありがとうございました、お疲れ様でした、はい、というわけで渡辺弘子さんとね、いやすごいですね、やっぱね、うん、すげえ、本当にこう女子戦のね、そうですね、あのまだ低迷というかね、そう人気なかった、うん、支えてきた方のことなんで、はい、非常に重かったなと重いです思いますがね、はい、まあ、そんな、まあ、重い言葉も、まあ、届けたい選手もたくさんいるわけですけれども、はい、まあ、女子レーサーの未来ということで、女子で SG、はい、優勝するとしたら誰を挙げますか、生田ハミネ選手、生田ハミネ選手、まだ10代18歳です、10歳ちっちゃかった、じゃあまだまだ、まあ、だいぶ先のことになりそうですね、いやもちろん全然30、うんうんうん、前半、はいはいはい、の頃に取れるんじゃないかっていう手で生田選手ですかね、なるほど、だから僕は一応森谷美穂、はい、大山千尋、遠藤恵美、うん、あの今活躍している中ではで、ね、この3人、うん、だけかなっていう、ただしです、多分ここ言いたいんだと思うんだけど、はい、今の女子戦中心の斡旋が続くんだったら、うん、厳しいかなと僕は思いますけど、そこでしょ、言いたいのは結局そうなの、記念常連でさえ、うん、常連の若手が、うん、無理なんですよ、ね、あの SG で通用しないのに、うん、なんで女子戦中心の選手が SG で通用するか、そういうわけないんですよ、うん、やっぱり走る舞台は、うんうん、行ったらもちろん勝率落ちてしまうけど、うん、落ちてしまうけどそっち用になれないと、そっちのレースに、そうなんですよね、記念の方のレースにね、はい、なれないとさらにもう一丁モチベーションが高い SG は、うん、そうなんですよね、やっぱりあの予選突破までが、ね、いいモーター引いて予選突破までが精一杯かなと思います、はい、って感じちゃうんです、ね、ただそれと生田選手を挙げてくれたけど、この十何年間、うん、まあ、やがてやっぱりこれもさ、だから今18歳じゃない、うん、やがてあと5年ぐらいすると A2 になったり A1 に上がってくると思うんですよね、うん、あの子はね、うん、僕はあの新人紹介の時に見たんですよ、ターン、うん、ありえないようなターンしてたので、うん、あこいつ強くなるなって見てたので、うん、彼女がこの25歳の時に A1 レーサーでいればそのケツ8年走ると33歳ですよね、うんうん、その8年間をさ、もうがっさり記念走らせたらさ、うん、俺は取るかもしれないよっていう、その程のこれなんですよね、そういうことですね、その間にその A2 行ったり、はい、B 級まで下がったりとかいろいろあるかもしれないけど、揉まれれば行けば、うん、なる可能性はある、ただもちろん、まあ、大山選手もそうだし、いやもちろんそうですね、森谷、遠藤ってとこも全然遅くないから、まあ、今から、まあ、5年間それ繰り返せば遅くないし、あの意識はもうそういうところにあるから、そうですね、ぜひね、あのそういう形であの業界上げて女子の SG ウィナーを出す方向に出す方向に持っていってほしいなと僕は思ってます、僕も思う、そういうわけでね、ぜひまあ SG 優勝する女子選手をね
見たいなということで、はい、今日はこんなところでございますね、はい、ぜひご意見ご感想はコメント欄にね、はい、お願いします。したいと思います。なんか最後熱くなりましたがね、今日ひろこさんとも話できたんで、そうですね、いい会だったなと思いますね。行きます。はい、はい、というわけで今週も皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。